まりました。マコネのワケありダイエットウォーク。今日は、木曜日。週の、私にとって、今日が今週のお仕事の、そう、ダイエットウォークの終わり。なので、今日の配信の後は、次の配信は日曜日になります。まあ、そんなわけで、今日はですね、しっかりサムネ作ってきました。そういえば、昨日のスポーンのサムネは、昨日のままでしたね。そう、ねえ。このスマホの中にデータ入れてないから。まあ、そのままってことで許してください。さあ、今日はどんなお話をしていこうかというと、ちょっと、また今日はダークなお話というか、使って言いたいなと思っています。ですね、皆さん、スマホはお持ちですよね。今日はなんか丁寧な言葉だね。大した気かもしれないけど。スマホはお持ちですよね。まあどうなんだろう。日本人は、まあね、確かに、まあ私の周りでも多いけど、iPhone をお使いの方が多いかな。まあこれを聞いてる可能性がある人は iPhone 率が高い気がする。なんとなく。いや、こんな配信してまたなんか、キラーパスが帰ってきた、ブーメランパスが帰ってきたらどうしよう。まあ、iOS と Android がまあ、今、だいたい世に出回ってるスマホの大半ですよね。そうそうそう。まあ、知ってる人もいっぱいいるかもしれないですけど、ぶっちゃけ iPhone を、iPhone って実はほぼ日本でしか売れてない。世界的に見ても少数派みたいな。まあほんとさ、日本の人って Mac 好きだよね。うん、だってさ、なんて言うんだろう。スタバとか行ってさ、ノマドで働いてるさ、方とか見てると、やっぱり iPhone 率じゃなくて、MacBook 率高いよね。そんな気がしちゃうのは私だけ？そう、うん。だからなんか、ちょっとおしゃれな、インテリ風な、俺は世の中よく知ってるんだぞ、みたいな。そういう、なんかね、毒々しいものっていう印象なんだよ。私の中では。そう。まあね、私もね、もちろんね、MacBook を使ってた頃がないことはないんだけど、一瞬だったな。で、私も iPhone を使ってた頃がないわけでもないんだよ。4S とか。大昔だよね。うん。iPad を使ってた頃もあるんだよ。2世代か3世代ぐらいじゃなかったか。まあ、2世代目の iPad まだ重たかったんだよね。ずしっとくる感じで。うん。そう、今のノートパソコンぐらいの重さあったんじゃないかな。まあ、持ち歩、ちっちゃいというか薄いタイプのね。そう、そんな頃に Mac 使ってたんだけど、私はね、Mac からね、Android に乗り換えた感じなの。うん。で、乗り換えてからずっと Android なんだけど、まあね、まあ私が何が嫌いかって、デザインが嫌い。インターフェースが嫌い。てか、デザインの話じゃないな。OS の話をしようと思ってるんだ。俺 Mac 使ってる人っていうか、俺 iOS だぞっていう感じのね、もう外見がすごく嫌い。そう。うん。だから、私は、
あの、Mac の製品は、もう触りたくもない。そして、まあ私ね、まあさ、以前は、パソコンのね、操作のね、割と上の世代の方向けの、プライベートサポートのお仕事をしてたの。まあ、やめちゃったんだけどね。自分でやってたんだけど。売り上げがどうのこうのっていうよりも、お姉様方を、お兄様方の、まあ、仲良くなればなるほど、ずうずうしくて若いままになってくる感じがね、私には耐えられなくてさ。なんか、もう無理、みたいな感じでやめちゃったんだけど、まあ、その頃からね、ずっとね、Mac しか使ってこなかったっていう方もいらっしゃるのよ。で、それでまあ、そういう方々の、まあ、Mac を、やっぱり、サポートするわけで、まあ、触る分にはね、そう、触る分にはそれほど、Mac はやっぱり難しくないわけ。で、個人的にはね、高いからさ、だけど、個人的にはね、パソコンを触ったことないさ、初めてっていう人だったら、私は、今の iOS でも、今の Mac の OS もよくわかんないけど、もしかしたら Mac の方が覚えるの簡単だと思うんだよね。うん、なんか、使い方の筋道っていうか、ルートが、わかりやすい。で、単純。そう、複雑さがないっていうかな。もうさ、これをやりたいって言ったら、もうこれしかないみたいな選択なのよ。うん。これだけ使っとけば、まあ、この中で全部できるよみたいな。って感じなのよ。対して、まあ、パソコンの話ね。Windows だとさ、汎用性があるって言ったらいいのかな。Mac よりもね、はるかに汎用性があってさ、自分流の使い方がいろいろできちゃうわけよ。Mac 以上にね。そうすると、使う人によっては混乱しちゃうような気がするな。だから、私はね、今はちょっと何とも言えないんだけど、そう、例えば Windows XP とかさ、7ぐらいだったら、Mac の方が覚えるのは簡単だったかもしんない。そう。でも大半の人は Windows 買うんだけどね。おじちゃんおばあちゃんたち。そう。で、まあ Mac をもう買う人はもうそもそもパソコンある程度使えますっていう人が、まあ、多い気がするんだよ。ゼロから Mac っていうのは人はあんまりいない気がするんだけどね。まあ、iOS の場合はさ、最初から iPhone っていう人がいっぱいいるだろうけどさ。で、iPhone と Android。これはね、これもやっぱね、初めてさ、スマホを触るっていうおじいちゃんおばあちゃんやっぱいっぱいいたのよ。今はそうでもないけどさ。そう、初めてスマホを触るって人こそ、iOS の方が多分ね、簡単。うん。簡単。私は初めてってか、それさ、コンピューターとか、スマホもね、コンピューターってコンピューターだから、IT とかコンピューターとか、そういうね、ガジェット系のやつとかがね、苦手な人は、やっぱ iPhone の方が、簡単だよ。そう、MacBook のね、OS と同じように、ルートがさ、あんまり分岐してなくて、間違いがないっていうかな。まあ今のさ、自動車もそうだと思うんだけど、素人が勝手に手出すと大変なことになるじゃん。昔々のね、私の若い頃のさ、車とか、私のお父さんのさ、世代の車とか、ボンネット開けてもすっからかでさ、ああ、これがこうなってこうなるからこう動くのかって、まあ、ちょっと説明受ければ、ああ、なるほどねってわかるような感じだったけど、今の車ってボンネットパッと開けるとさ、もうカバーがボーボーってなって、どこに何があるか分かりませんみたいな状態じゃん。それね、プロの車屋さんもそうらしくてさ、そう、自動車ごとに解体マニュアルっていうか、まあそういうマニュアルがあるんだけど、そう、そういうマニュアル
とか見ないと、愛に挽回、ばらせないんだよね、みたいなことをさ、言うよね、よく。そう。まあ、そんな感じで、マックはさ、もう、バラすの禁止、触るの禁止、お前が使っているのはキーボードだけだ、みたいな、キーボードとマウスだけだ、それ以外、余計なことするな、みたいなのが、マックと iOS なんだよ。もちろん私の印象ね。そう。まあ、もっともっとレベルが高くて、そう、Mac もね、プログラムのそこまでさ、好きにできる人、もちろんいっぱいいるさ。でも、一般ユーザー目線からして、Mac も iOS も、触るな危険。余計なことはするな、絶対。そうしたらもう知らねえぞ、みたいなタイプの OS。私にとってはね。そう。まあ、Windows もさ、私が初めて触った98の頃とかは、触ってもいいけど壊れたら自分で何とかしろよ、みたいな感じだったんだよ。そうそうそう。私なんか初めてのパソコンさ、Windows 98でさ、あの頃のパソコンって、今だったらね、パソコン詳しくない人は、何の話って話かもしれないけど、いろんなさ、USB 挿したりとかさ、パソコン以外のものを挿したりするにはさ、それを認識するドライバーっていう、プログラムがいるのよ。で、ドライバーもね、古くなったり、やっぱり新しいのが出たり古くなったりするわけよ。で、今のパソコンって、ドライバーもね、ほぼ全自動で、いや、私なんか Windows 10以降、自分でドライバー入れた記憶ないから多分全部全自動で入るんだよ。そう、新しく一回挿した瞬間さ、ドライバーが勝手にインストールされてるみたいな、そんな感じなんだよ。だから、ドライバーがさ、古いとか新しいとか気にすることないじゃん。ほぼ。まあ普通に使ってる分にはないよ。うん。多分買ってから、手放すまで。まあね、まあさ、本当に何も知らなくて、パソコンで、普段使ってて YouTube 見たりとかさ、ちょっとブログ見たりするとか、いう人だったらさ、10年前のパソコン使ってる人もいるかもしんね。でもさ、バリバリパソコンで、仕事するって人が、まあ、10年前のパソコンは、ちょっと作業辛いよね。そう。で、ガチでさ、YouTube にアップしたりとか、クリエイティブな仕事してる人は、いや、もう、3年前のパソコン出たらちょっと辛い気がするよね。そう。私はさ、パソコン、5年ぐらい前のパソコン買って、チューンアップして、さらに5年使うっていうタイプなのよ。そう、あんまりこだわりなくて。もう普段から持ち歩くわけじゃないからさ。だから、5年前の、ちょっともう、5万、半額以下、半額じゃない、3分の1ぐらいになってるさ、レノボのさ、シンクパッド買ってきて、その中で、SSD に変え、CPU 変え、メモリーも足して使うみたいな。そして、だいたい新品で買ったのの半額ぐらいの値段で、新品と同等の性能になるみたいな感じで使うのよ。私の場合。まあそういうのが好きなの。まあそういうさ、私みたいなコアな人とかさ、コアっていうかハイパーコアの前のね、ハイパーコアな人たちいっぱいいるけどさ、ハイパーコアに行く前のコアな人たちと、普通にさ、クリエイティブな仕事をしてる人たちとさ、は、まあ仕事で使ってる人たちは別として、まあちょっと YouTube 見たりとかさ、まあ自分のパソコンしか触らない人だね。人とのさ、パソコンとのさ、その違いを分からないじゃん。自分のせい、パソコンの性能がどれくらいかっての。だから10年前のパソコンでも平気って人はやっぱりいっぱいいるの。だからさ、OS のさ、使用期限が終わりますって結構重要で、もうその古いパソコンやめなさいっていう。あれもね、あれもどうかと思うよ。Windows のあれもさ。そう。結局さ、まあ、切れてもね、使えるわけでさ。あとは自己責任ってことで。まあ、ただ、
そうやってね、切れた後に、切れたパソコンを、しっかり安全に使える人って、またそれもね、コア以上、ハイパーコアな人たちじゃなきゃ難しいわけで、そうなると、やっぱ、期限が切れるので、新しいパソコン変えてくださいっていうのは、まあ、パソコンを安全に使う、すべての人がパソコンを安全に使うには、まあ、重要なことなのかなって、私は思ってる。そういうふうに認識してる。私にとってはうぜえなとか思ってるけどさ。そう。で、話は戻って、OS の話。まあ、Mac はさ、まあ、さっき言ったように、もう絶対俺のことはもう余計なことするんだ。お前がやりたいことは、お前のやりたい作業だけやれみたいな感じだし、Windows も、やっぱね、Windows 8は、8.1、正規の打作と言われた、8.1以降は、やっぱね、そういう風な感じ、Mac と同じような路線になってきた気もするな。私はさ、Windows 11使ってないんだ。なんかめんどくさくて前はね、新しい OS とか追いかけるの好きだったんだけどさ、もうめんどくさくてさ、特に Windows は。そう、でも Windows 10のまま使ってるんだけど、まあ使うソフトもね決まってるし、新しいソフトガンガン入れてすごい重たいソフトで作業するってこともないから、まあ Windows 10が入ってる10年前のさ、10年前のベースはね、多分 Windows 7自体のパソコンで、まあ十分に動かしてるというか、まあ確かにサクサク動かないとかさ、待ってることも多いんだけど、まあまあ、コーヒータイムだと思って。もちろん新しいパソコン欲しいは欲しいけどさ、まあそれにお金かけるんだったら、今ね、ダイエットの方が大事ですからね。ダイエットお金かかるよ。かかるよっていうか、いかにさ、人間の体にとって必要で大事なものをしっかり取るかっていう風にすると、お金かかるよ。結構ね、食べ物にお金かかってる。で、人間の体にとって必要じゃないものがいっぱい入ってる。というか、どっちかっていうと、毒っぽいのがいっぱい入ってる食べ物の方が安いんだよ、なんか。だから、安いものだけ食べてると思えば、どんどん体の毒が溜まっていくし、どんどん体調悪くなると。そう。だから、体にね、本当体が本当求めたものをしっかり食べて、心も体も健康に気をつけようと思うと、やっぱお金かかる。だから、まあ、余計なツールとか、余計なガジェットとか、もう買わない。買わないというか、買えない。そう。まあ、そんなわけでまた OS の話に戻って、まあ、Windows と Mac はそんな感じなんだけどさ、まあ、今となればね、Windows も Mac もさ、そんな、大差はないよ。そう。まあ、数年前からさ、それにプラス、Chrome OS っていうのが出てきたわけよ。これ、Chrome OS って何かなっていうのを知ってる人はさ、まあ、ああって感じだけど、私ね、Chrome OS は、正規版がリリースしてすぐに、Chrome OS ね、もともとさ、Linux っていう、誰も無料で手に入れられる、誰でも無料でも使える、OS があるんだけど、Linux の系統だからさ、そう。だから、Google のパソコンの中にさ、最初から入ってる、Google じゃなくて、パソコンの中に入ってる Chrome OS とは別に、自分でさ、ダウンロードして OS 突っ込むことができる、Chrome OS があるのよ。それをね、入れて試してみたりしてたかな。そう。まあ、Chrome OS はね、Windows とか、まあね、どうだろう。なんていうかな。多分ね、XP とかさ、Vista とか、まあ、今で言うとこの、まあ、7もそうかもしれない。二昔前のパソコンに慣れ親しんだ人には、ちょっと違和感があるかもね。
なんでかっていうと、まあ、基本的に全部インターネットが繋がってる前提で、今はさ、いろんなことが、ウェブ上のね、サービスで実現できるわけよ。うん。例えばさ、私の場合ね、動画の制作もそうだし、画像の制作もそうだし、そう。まあね、私、まあ翻訳とかももちろんそうなんだけど、私がやってる普段の採用の7割、8割はウェブ上のサービスで成り立ってる。そう。あとね、2割、3割ぐらいは、ブローカルとかね、まあ、この中に入ってるソフトを使うんだけど、それはね、大体古いソフトばっかだね。もう何年も使ってて、もうそれこそ20年ぐらい使ってて、もうこれじゃなきゃダメなのみたいなのばっかで、最新のものとかは、まあ、もうないね。そう。もうソフト買ってないもん。そう。で、そういうふうにね、そういうふうに世の中変わってきたわけ。ソフトは買わずに、インターネット上のサービスで、みたいな。そう、ソフト買うと5000円だけどさ、インターネットのサービスだったらとりあえず無料、みたいな。そう、もっと、パソコン上のソフトと同じようにやりたいと思えばお金払ってね、みたいな。そう、そういう方式に変わってきてるの。うん。だからさ、パソコンのプログラムもさ、そこ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 作ってる。いいプログラムいっぱいあるよ、今のさ、中でも。うん、いっぱいあるんだけど、なんだっけ、ウェブ上のサービスと同じように、ある程度使って、ここだけは有料ですよ、買ってね、みたいな感じで。それもだいたい5000円ぐらいだけど、そんな高くないさ。昔のさ、パソコンの、ソフトとか、まあ、さらに1万円以上したからね。うん、そんな高くないんだけど、高くないんだけど、買うほど買ったらそこでもないわけよ。そう。だったら、無料でちゃちゃってできちゃう、ウェブ上のサービスを使ってみて、ウェブ上のサービスを使って、まあ、もっと高度なことをする人は、もっとお金をかけて、もっと高度な設定すればいいだろうし、まあ、ソフトも買えばいいと思うんだけど、まあまあ、私がやるレベルはそんなことはなくて、多分世の中の大半の人が、私がパソコン使ってるレベルもっと、下の方だと思うんだよ。そう。うん。多分ね、普通にさ、会社員で仕事してて、プログラマーでもなかった、プログラマーとかさ、クリエイティブな仕事をしてるわけじゃなかったら、まあ、もうね、オフィスも含めてね、Windows のオフィスも含めて、もう、パソコンの中にソフトいらないわけよ。もうパソコンの中にソフトいらないから、もうインターネットそれも解決するでしょ？だから解決する代わりに、解決するから、軽くてさ、サクサク動くパソコンどうぞ。Google アカウント一つで全部の作業が、インターネット上のサービスみんな使えるよっていうのが、Chrome OS よ。そう。うん。Chrome OS。だから、Chrome OS が出た時自体は、まあ、まだちょっと早かったかもしれないけど、今となったら、もう Chrome OS で全然、ほぼ大丈夫。そう。私の自分の、仕事をね、まあ、Chrome OS だとちょっと辛いな。まだ。だけど、普通一般の多分ね、7割、8割以上の人は、その Chrome OS で十分。うん。だから、Mac、Windows、Chrome OS って、まあ、多分ね、ちょっと前のデータだけど、Windows が大体ね、9割ぐらいなのよ。で、Mac が1割ぐらいなのよ。で、その間のちょこちょことしたのが Chrome OS で、まあ、Chrome OS のシリーズもちょっとずつ上がってきてると思うんだけど、まあ、クローム OS はね、どっちかというとさ、まあ、OS を入れ替えたりしない限りさ、まあ、使いっきりなんだよ。そう。何年間は、なんだっけ、セキュリティ保証しますけど、そこから先はセキュリティ保証しませんみたいなやつなんだよ。それがさ、Windows の、いついつまで Windows 使えますよりも、ずっと短く設定されてるから、そう、そういう意味じゃね。そう、そういう意味じゃ、ちょっと損な気もするけど、でも、パソコン自体安いしね。うん。そう。
だから私も、今ね、人に、どんな、なんかパソコン欲しいんだけどって言われて、何をするか聞いて、まあ、普段使いのこんなことだよ、みたいな感じだったら、これ思えていいんじゃないのみたいな感じで進めちゃう。そう。Windows と全く違うからね。まあ、最初は手間取るんだけど、まあ、手間取ったってすぐだよ。インターネット見てるの変わんないから。うん。そう、Windows 使ってる人が Linux にしたりとかさ、Mac にするのと違うからさ。そう。で、まあ Mac を、Chrome OS にしてきたんだけど、さっきちらっと出てきた、世の中には Linux っていうもう一つのね、第4の OS があるわけよ。そう。もしかしたら、第4のというかまあ、Linux とそれ以外みたいな分け方ができるぐらい、使用頻度はね、普通のさ、デスクトップに入れて OS としての使用頻度は、まあ、そんな高くないけど、そう、インターネットの、世の中のインターネット、パソコンの、このコンピューターの中では、もうほんとすごく重要な OS の一つが Linux なの。これはね、オープンソースって言って、もともとさ、作った Linux をいろんな人がいろんな形で改造して、またそれを勝手に配布したりすることもできる、OS で、いろんな派生系統の OS がある。そう。まあ、世の中で有名な Ubuntu ってやつなんだけど、Ubuntu 以外にもいろんなさ、系統の OS があって、誰でも無料で、ちょっとね、ちょっとだけ勉強すれば、自分の Windows のじゃない OS を入れることができる。で、使い方もね、そんなに難しいことをしなければ、普通にさ、それこそさ、大多数の人がそこに十分っていうレベルだったら、Linux でもう十分使えるような、Linux の OS のバージョンもいっぱいある。うん。私も、そう、メインのパソコンが Linux。そう、メインのパソコンは Linux。そう。で、Linux の中に仮想 OS って言って、仮想コンピューターって言って、架空のコンピューター区域を作ることができるんだけど、私はその架空の、パソコン、コンピューター領域の中で Windows を動かしてるの。だから Linux ベースの Windows みたいな感じで、まあちょっとね、わかんない人にとっては何のことって感じだけど、わかる人は、ああ、なるほどね、みたいな感じで思ってくれればいいわ。まあ、違う Windows 入れてるのは、Windows で、Windows しか動かないソフト。Windows でしか動かないソフトで、古くて昔から使い勝手がいいやつが手放せないってだけなんだけどね。まあ、Linux 上でさ、Windows のソフトを動かすのって、なかなか難しくて、思い通りに動かなかったりしてさ。そう。まあ、諦めてるんだよ。そう。でも、Linux 用のソフトって基本的に全部無料だからさ、そう、一部有料のもあるけど、だから、大半の作業とか、まあ、ほぼ 99% は、Linux でできちゃってる。そう。で、そのほんの一部の作業のために、Windows が入ってる。もともとね、Windows が入ってたパソコンを買って、Linux に入れて、その入ってたパソコンを、仮想、仮想環境に移したってだけだから、まあ、そんな投資らしい投資はないんだけどさ。まあ、そのね、Linux ってやつを使ってるんだけど、もちろんね、ただで使える分さ、サポートが万全だけじゃなくて、例えばさ、Windows みたいに電話すればさ、飛んできて直してくれるとか、リモートで直してくれるなんてことはないわけ。だから、で、英語の部分もさ、いっぱいあったりとか。だから、情報が少ないからね。そう、Windows のことを情報があるわけじゃないから、やっぱ自分で情報を見つけるさ、センスとか、やり方を知ってる人じゃないと、まあ、手足のように動かすのは、まあ、ちょっと難しいかもしれない。でも、その気になれば、自分で Linux を作ることも、自分で OS 作ることも、自分流のパソコンに改造することもできちゃう。だから、何でもできちゃう OS。またのめね。まためる。もう一回まためる。Mac は、もう何もできないけど、俺の言うことを聞いておけば、絶対間違いねえぞっていう、OS。
で、Windows は、いや、Mac ほどじゃねえけど、まあ、壊れたくなかったら私の言うこと聞いてね、みたいな、ちょっとお利口さん、とんがってない、万人受けしそうな OS。Chrome OS は、いや、何でもできるわけじゃないけど、インターネット上に繋がってれば今何でもできるじゃん。それでいいんじゃね?みたいなのが、Chrome OS。で、その Linux は、いや、何でもできるよ。何でもできるけど、自己責任で自分でやってね。っていうのが Linux。さあ、この4つの中であなたはどれが好きですかっていう話なの。で、私は、このね、上位2つ、Mac と Windows がね、嫌いなの。そう。まあ、私のさ、今までの中で一番触ってる時間が長いのは Windows だよ。間違いない。そう、でもね、嫌いなんだよ。もうね、音から、絵から嫌いなんだよ。だから、じゃあ私が好きなのは Chrome OS かって言ったらそういうわけじゃなくて、何でも自由だけど、あなたの責任ねっていう Linux がすごい好きなの。うん。そう。じゃあスマホはどうなのっていうと、Linux ってね、実はそこから派生してるものいっぱいあるってさっきお話したけど、スマホの OS の、そう、まあ、Chrome OS もそう、まあ、派生の一つだね。Chrome OS も Linux が派生したもんだけども、スマホの OS、Android も実は Linux から派生したものなの。そう。だから、世の中のすべての OS の、そう、上位はやっぱり Linux なんだよ。まあ、すべてと言ったらちょっと語弊がありすぎかな。組み込み式の OS っていうものがあるから。組み込み式の OS が入ってくとまた全然数値が変わってくるけん。ちょっと組み込み式のやつはね、組み込み式って家電の中に入ってる OS なんだよ。そう、日本人だと日本人が作ったトロンとかが有名だね。でもトロンが今組み込み式の、OS の中で世界で1位ってわけではないみたい。チャット GPT に聞いたらね。そう。じゃあ、まあ、パソコンとスマホなんだけどさ、まあ、スマホの中ではね、やっぱ Android が圧倒的。一部ね、違う OS のやつもあるよ。そう、もう Windows の OS はまあ、どっか行っちゃったね。で、iOS もあるけど、まあ、圧倒的なのは Android。うん。で、Android は Linux ベースだから、Android は実は、ちょっと工夫すれば、パソコンに入れることもできる。私もね、パソコンに Android 入れて使ったことあるんだけど、まあ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 、やりましたみたいな感じかな普通の Linux のままでいいや、みたいな。入れるメリットはできない。全然なくて、まあ、遊びの範囲みたいな感じだったな。じゃあさ、Android はどうかっていうと、Android もね、そう。もちろん、こっから先は、もうほんとコアな人しか触れませんよっていう風なものがある。そういうガイドラインが、まあ、設定されてるんだけど、ね。壊れちゃ困るから。でも、そう。まあ、Mac もそうだ、Windows もそうだけどさ、結構簡単に、もう、プログラムの中の中の中まで全部さらけ出すような設定ができちゃうの。で、わかりさえすれば Android もかなり自由にいろんなことができるんだけど、まあね、そこまでしまで Android を使えたって人もいるわけじゃないからさ、まあ世の中いるかもしれないけど、私はそうでもないから、普通にスマホとして動いてくれればいいっていうか、タブレットとして動いてくれればいいって感じで、Android を使ってる。でもね、基本的に Android は、iOS に比べるとよっぽど自由。うん。それだけに、使ってて迷子になることもあるわけよ。だって端末によってみんな使い方違うし、バージョンによって全然使い方違うしさ。基本的に iOS って、バージョンが変わってもそんなに大きく変わんないじゃん。そう、そういう意味じゃ、まあ、何にも知らない人がパッと Android を渡されて、しっかり使えるようになるの時間かからないかって言ったら、まあ、そんなことなくて、初めて触る人は iOS の方がやっぱ使いやすいんじゃないかなって思ってる。でも、私は iOS 嫌いだから、Android 派でね、まあ、ここでさ、世の中さ、OS って、私ね、Windows 11がちょっとね、よくわかんないんだけどさ。まあ、その時はパソコンに興味なかったからさ。うん、11がわかんないんだけど、基本的にさ、
Windows が入ってるパソコンって、買った時に Windows のお金がパソコンの中に上乗せされてるわけよ。で、まあ、Mac のパソコンもそうだよね。そう。だから、Mac のパソコンも Mac のパソコン買わないと、Mac の OS 動かないわけで。だから、Mac も Windows も基本的に有料なのよ。まあ、お金取られてる。そう。でも、Chrome OS と Chrome OS は無料で、はい、無料のものだし、Linux も無料のもの。で、世の中の Android、スマホも入れたら Android もさ、世の中にね、年間22億、2億台ぐらい出荷されてるみたいね。そう。だから、まあ、スマホも、無料の OS だっていうと、OS だっていうくくりになっていくとさ、世の中の OS の大半が、圧倒的に無料の OS 中心になってきてるわけよ。そう。まあ、それに合わせてさ、Mac もさ、OS のが新しいバージョンとか無料だしさ、Windows もそうなんだと思うんだよな。そう、確か11のアップグレード無料だったじゃなかったかな。ちょっと自信ないけどさ。そう。なんか髪の毛がいっちゃった。そう。ってことは、世の中 OS は無料になる流れになってきてるわけよ。となると、無料の OS ってことになると、やっぱりね、まあ、いずれ、Windows 帝国がさ、そう、Microsoft 帝国が、Windows 帝国が、Android 帝国に、Google のね、Android 帝国に乗っ取られる時が来るかもしれないなって思ってる。まあ、Linux が乗っ取るってことは、まあ、ないね。そう。乗っ取られる時は来るかもしれない。私はそう思ってて、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思ってる。だって、本当今、Windows を、どうしても Windows じゃなきゃいけない理由は私には全然なくてさ。オフィスだって、私がさ、普段使ってる範囲のものなんか、オンラインオフィスで十分だしさ。うん。そう。新たに、ってのはないな。まあね、連携してるさ、サービスと連携してるソフトとかで、Windows 版しかないとか、Web 版、Windows 版しかソフトがないとか、Mac 版しかなくて Linux 版がないっていうのは、まあちょっとあるんだけどね。例えばさ、Evernote とかさ、そう、じゃあ Web 版でいいじゃんって言えば Web 版でいいんだけど、そう、子 Web 版もない、なかなかちょっと動きは遅くてさ、そう、まあそう思っていくと、うん。まあ、もう Windows はいらないっていう、Windows じゃなくてもいいっていう土台が、まあできてきたんだね。パソコンもスマホの世界も。うん。うん。まあスマホなんか Windows じゃもう、Windows もいらないっていう結論だったから、まあ Windows 絶対せざるを得なくなっちゃったんだと思うんだけど、まあそういうふうにさ、OS も、まあ無料化が進み、スマホ同様に無料化が進んでいくっていうのが、今の流れなのかなと思ってて、そう、私は歓迎。そう。うん。で、同時に、あれ?なんか、すげえ大事な話を告白しようと思ったんだけど、忘れちゃった。2分ぐらい前まで覚えてたのに。なんだっけなぁ。まあ、いっか。忘れたってことはまあ大したことないか、もしくは言わない方がいいことなんだと思うよ。そう。うん。まあそんなわけで今日は OS の話を、まあ Windows や OS の話をしてきたんだけど。そう。まあ、私は好きなのよ。こういうもの。まあ、いじり倒すのが好きなの。うん。だから、まあ、いろんなことを試してみるけど、まあ、試した先にね、まあ、私はお仕事の際で、まあ、ほんと、なんか、アクセサリーを作る程度の、ちょっと趣味のアクセサリーを作る程度の、まあ、遊びの範囲として、好きなのかな。そう。まあ、そんなわけで今日もね、やっと職場に着いたんですが、そう、いつもよりちょっと早めに出たから、今日はまだ誰も来てないね。
ようやく外が明るくなってきて、あら今日は大きい宇宙船が空を飛んでるわ。そう、今日も、いやー、綺麗な、ちょっと雲があるかな。うん、綺麗な天気だね。午前中ちょっと天気悪いのかもしれないね。そう、そんなわけでね、今週も無事、5日間連続で収録することができました。そう、今週はこの配信をもって、まこねーの訳ありダイエットウォーキングは終わりです。また日曜日にお会いしましょう。ここで終わりません。訳ありって何なのよって、まあ、友達にさ、突っ込まれたんだけど、わかんない。私自身が訳ありだらけすぎて、なんだろう。訳ありすぎちゃって、まあ、語れないこともいっぱいあるんだろうけど、まあ、語れないこと、ネットに発信できないようなことは、まあ、言葉として出てこないだろうから。うん。まあ、それは心配せずに喋ってます。だからまあ、なんで訳ありかって言ったらわからんけど、訳ありっぽい感じの方が面白そうじゃん。そんなわけで、訳ありダイエットウォーキングというタイトルになってます。まあ大体ね、片道40分ぐらい歩いてくるんだけど、できればじゃなくて必ず、私のダイエット、16時間ダイエットが完了する3年間続けていきたいと思います。で、今のところね、YouTube のポッドキャストとして、アップしているのが、まあメインなんだけど、まあね、YouTube が他のポッドキャストとどうやって連携していくかっていうのは、まあこれからもね、ちょっと見物だしね、YouTube に乗っけたポッドキャストが、RSS 経由でいろんなポッドキャストと連動できるって時代が来るんじゃないかなと思うのよ。うん。そうしたらまあ、便利かな、もっと便利かななんて思ってます。うん。で、じゃあ他のポッドキャストはどうなのかって言ったら、私のポッドキャストさ、ぶっちゃけ、見る人いないわけ。そう。スポーンはちょびちょびっと増えては来てる。うん。そう。ただ私がね、コミュ障でさ、コミュ障とか文章とか、テキストコミュ障なんだよ。テキストコミュ障だから、テキストでさ、やっぱりやりとりするの苦手でさ、積極的じゃないから、まあそこら辺は正直伸びていかないよね。で、チャット GPT に聞いたよ。どうやったら、ポッドキャストって、見る人が増えるって言ったら、本当もう、そりゃそうだよねっていうような内容が返ってきた。まあね、その上位の方はさ、まあもちろん SEO 対策とか、タイトルとか、説明文とかさ、まあ当たり前のことが書いてあるよ。そう。でも後半に行くと、インターネット上でコミュニティを作るのがいいですよとか、視聴者の方々とコミュニケーションを取れるような環境を大事にした方がいいですよっていうことが書いてあるわけよ。わかる。私、それが苦手なんだよ。チャット GPT、他に方法ない。って、チャット GPT も悩んでしまった。でも、チャット GPT はね、ここ1年の情報入ってないから、もうここ1年、2年でまた新しいことが出てきたかもしれないけど、まあ、視聴者の皆さんが、広がっていくような、なんか、方法を今後も考えていきたいと思うのね。まあ、考えたは考えたんだけどさ、文章のやりとりが苦手な私はさ、文章じゃなくて、ズームかなんかのコミュニティの方がいい気がするんだよ。顔見せながら、まあ、こんなこと考えてさ、みんなどう意見あったらちょっと声出してみたいな感じの方が、私は、まあ、やりやすいなと思ってて、今後そういうまあ、もちろんベースとしてね、どっかのコミュニティが必要なんだろうけどさ、なんかのコミュニティが必要なんだろうけど、まあ、そういう、コミュニティを今後作っていこうと思ってます。で、まあ、ね、インターネットラジオと違って、テーマがあるのが、まあ、ポッドキャストだと思うのね。ポッドキャストの意味合いだと思うの。
で、まあ、インターネットラジオって、まあ、どっちかというと、ライブ発信に近いのかな。そう。で、ポッドキャストはどっちかというと、YouTube みたいな動画配信に近いんだな。うん。で、私はさ、その、テーマごとにポッドキャストを分けてたいわけよ。で、YouTube の中では、ポッドキャストっていう、リストが作れるから、まあ、リストごとに、テーマを今分けてるわけ。うん。だからまあ、そのテーマが今、私の妄想の中ではまあ、4つ5つぐらいの、ビジョンがあるんだけど、それが一通り出揃って、しっかり定期的に配信できるっていうところまで行ってから、コミュニティとか、視聴者の皆様と、視聴者のね、枠を増やしていくような、方向に舵を切っていきたいと思う。だからまだまだちょっと先かな。しっかり発信ができて、そこまでの準備が整うのに、まだね、まだまあ何ヶ月かかかると思うの。で、機材もね、いろいろ調べてみたんだけど、私はね、まあ外で喋ってる分には、まあこれでもまあいいのかなと思ってるんだけど、スマホの上にさ、マイクをつけてみたりとかさ、いろんな方法あるじゃん。クオリティを高めていく方法もある。そう。だからまあまあ、発信するコンテンツが出揃ってできるなっていうところまで行ってから、それもまた考えていこうと思ってます。そんなわけでね、多分今日も、5時17分になりました。そう。そういうわけで、今週はこれで終わりにしたいと思います。まあ来週の頭からまあ何を話すかわかりませんが。ん？その前に、各ポッドキャストでも、YouTube に載ってるポッドキャストすべてを発信したいなと思ってるんですが、まあテーマ分けがね、ちょっとどうやったらいいのかなって、ちょっと何とも言えなくて、まあそこら辺はまだ検討材料です。最新の、このね、朝の訳ありを、ダイエットウォーキングは、スポーンが一番最初に聞けるようになってます。で、他の私のポッドキャストは YouTube でしか今のところ聞くことができないので、皆さん、ぜひね、YouTube の方に遊びに来てください。ヒルビール放送局で検索すると多分引っかかります。ヒルビール放送局ね。そう。そんなわけで今日も朝早くからご視聴いただいた皆さんありがとうございます。うん。ポッドキャスターがね、リアルタイムで、聞いてる人はいないんだけどね。まあそんなわけで今日もね、いい天気になりそうなので、楽しい一日を過ごしていきましょう。まあコネでした。またね。